話す場。ハルヒを満足させるために、俺たちは討伐クエストとやらにやってきた。今のところ奴は上機嫌のようだが。ああ、カズマたちったらどんどん敵を倒してる。さすが腕利きの冒険者ね。ふふん、私たちにかかればこんなもんや。よし、次は私たちの番ね。キョン、行くわよ。この SOS 剣の凄さ、見せつけてあげるわ。いつの間にそんな名前つけたんだ。あんたのは何がいいかしら。どうせなら、ドラゴンキラーとか。明らかに名前負けしそうだから断る。俺のはあくまでも凡庸な剣だ。とにかく頑張れよ。じゃあはい、これみんなの冒険者カード。これで SOS 団も冒険者デビューよ。やっぱり異世界ファンタジーは戦ってこそよね。私戦いには自信がないから、サポート役とかでお願いします。大丈夫、ミクルちゃんはプリストだから、ユキはウィザードで、小泉くんはアーチャーなんてどうかしら。問題ありませんよ。弓の扱いにはあまり自信がありませんが。大丈夫大丈夫、はじめは誰でもそんなものよ。あとはキョンね。遊び人とかでいいかしら。よくねえよ。一体何の芸をさせる気だ。ピエロの格好でもして玉乗りに興じろってか。ちょっと、芸の道は厳しいのよ。1日2日で身につくものじゃないんだから。何先輩面してんだよ。そんな職業にしても戦闘の役に立たないと思うぞ。じゃあ剣士、団長である私をしっかり守りなさい。危なくなったら身を犠牲にするのもドラマがあるわ。そんなトカゲの尻尾切りみたいに使わないでほしいもんだ。ハルヒは何の職業にするのですか。私は冒険者よ。それも普通のじゃなくて超冒険者。なあ、冒険者ってこっちでは最弱職なんだけど、いいのか。まあ気にしないでくれ、本人がそれがいいって言うんだし。しキョン、モンスターをバッサバッサやっつけるの。私お役に立てますかね。またカエルに食べられて足を引っ張らないかな。何言ってるのよミクルちゃん、邪魔なんかじゃないわよ。ミクルちゃんには応援っていう大事な役目もあるでしょ。マスコットキャラはそこにいるだけでみんなの力になるのよ。皆さん頑張ってください。うんうん、これでみんなのやる気もアップすること間違いなしね。今のところは機嫌よく過ごしてくれてるみたい。ねえ、ダクネスって全然攻撃しないのね。メグミみたいにタイミングを見計らってるわけでもなさそうだし。それはだな、こいつには盾としての役目に集中してもらっててだな。おいおいカズマ、私もレベルを上げているのだ。いざという時は攻撃することもやぶさかではないぞ。あれ、おいカズマ、確かダクネスって攻撃はダメなんじゃ。わかったわ。さては弱いモンスターには本気を出さないとかそういう主義なのね。そうそうなんだ、ダクネスの剣技はそれはものすごくて、弱いモンスター相手に使うのはもったいないくらいに。ん？何を言っているのですか。ダクネスの攻撃なんて点でからっきしでは。うん、はっ、もしかしてこれはあえて無力さを痛感させるプレイ。さすがはカズマだ。何言ってるのかよくわかんないけどやる気はありそうね。アクア、この世界で強いモンスターってどんなやつ。そうね、グリフォンかしら。はあ、ハルヒにそんな情報を与えちまったら。でも
今回の討伐対象じゃないし、そもそも滅多に出会えないモンスターだから。うぇー、じゃ、急にグリフォンが出てきたんですけど。やっぱりこうなるか。ちょうどよく現れてくれたじゃない。さあダクネス、出番よ。よ、よし。さあカズマ、じっくり見ていてくれ。キョン、まずいぞ。これでダクネスがポンコツだってバレて、ハルヒの機嫌が悪くなったら。そうだ、ナガト、頼む。その剣、触らせて。ユキ、構わないが。これで大丈夫。よし、ダクネス、その剣であの鳥に攻撃してみろ。お、わかった。はぁー、ダクネスの剣が当たった。攻撃が当たる、当たるぞ。すごいじゃないダクネス、まるで剣が踊ってるみたい。なあ長藤、一体何をしたんだ。剣に触った時何かつぶやいてたみたいだが。属性情報ブースト変更、フォーミングモード。まあ簡単に言えば魔法みたいなもんか。すごいな、長戸って一体何者。いや宇宙人か。けど春日は喜んでたし、ひとまず大丈夫そうか。キョン何してんのよ、 SOS 団も活躍するわよ。この巣場、